ダイビングインストラクターあるある。昔海上自衛隊で働いてました。自衛隊上がりが意外と多い。今日も暑いね。ウェイ。髪の毛が塩焼けで金髪メッシュに自然となりがち。お、やった、できたぞ。初めてバブルリングができるようになった時の嬉しさ。ほら、いましたよ、隠れ熊の実。なんだろうあれは。一生懸命探して見つけた魚を指さして紹介している時に、お客さんが誰も見てない時の切なさ。ほほ、へえへえ。対面浮上時は高確率で鼻水顔。ゲストハウススタッフあるある、しゃべません。オッケー。あー、オッケーオッケー。外国人の旅人が宿泊することも多いが、外国語に自信がなくてもなんとかなる。プレゼント、あー、サンキューサンキュー、ベリーサンキュー。お客さんがお土産をくれることがあり嬉しい。今日で172日目か。宿泊費が安いからといって半年くらい連泊する日本人が増えてきた。今日一日フリーだから手伝うや。あざす。長期滞在者がスタッフのように働き出す。おー、ボンボン、パシュー。いろんな国出身のお客さんが来るので、いろんな国の言葉を覚える。